タイガーっつってる。どうも、1000円かかります。でも、見てる人は、さっきの流れを見てるから。タイガー、なんでここにタイガーがいるのかって。わかんないと怖いけど。お疲れです。最後、あれ持ってんの？はい。タイガーに殴られた分、全部テルチャンピにぶつけるからね。そうそう。これ本人に仕返しできないから、強くなってテルチャンピにぶつけるから、テルチャンピが一番あれだよね。不幸だよね。映像追い込んでやろうよ。お前がスライムしてあげたら違うんだよ。ワードはでもね、あれ怖がらないといけんのいいよ。うん、普通やっぱもう。めっちゃ怖いっすよ。ミサさんお疲れ様。普通はね、もう今日はちょっとやりたくないって、ね。今日はね、スペシャルゲストとして、ワードの他にね、タイガーマスクに来てもらって。いや、みんな、元気してるか。タイガー強かった。タイガー強すぎる。うん、タイガー強かった。うんでも、二十歳ぐらいから人なんか殴ってないやつだ。今いくつだっけ？ 34。34か。あ、ブランクあることは。まあ、覚えてない。いや、覚えてる覚えてる。全然体は覚えてる。だって、運動も全くしない。ミッドウチの音が違うんだもん。うん、パンチ良かった。インパクトがある打ち方だから、倒せる。でも、どんなに鍛えても、継続が効かないって一回でもやめたら終わりだよ。おかずレーサーとかやっぱりね、弾くやつが頭上がる、はい。スナップが。スナップが効いてるやつ、はい。あれをね、押すパンチだと、ね、結構食らっても大丈夫。強くても。インパクトがね、あるから、ね。いいパンチだった。問題らっしゃい。今日何気にね、タイガーとの対戦を避けたからね。いつドレさんってやれんのか、いつドレさんってやれんのか、最後か最後かワクワクしてたの、怖いんだ。って、今日は怪我するかっていう。なんで、いつだろうなって。いや、シミュレーションしてたんだ。ちなみに、どういうふうに勝とうみたいな。それは全くないけど、ドレさんってやれたらいいなと。反応するからさ、はい、どんな相手でも多分。はい2回3回来てくれたらそのうちだろう。今何キロ ?100 人ぐらいです。マジで？マジで？33パーぐらい死亡。そんな重いの？それはちょっとワード結構かわいそうだったやろ。重いっすよ。軽くない？聞かねえだろって言って。いや、聞くだろ。あれはね、力を入れない打ち方知ってるから。聞いてねえだろって言われたとき、あ、バレたって思った。あれは重いわ。102、そんなでかいんだ。おかしいっすよ。あれもおかしい。なんかプロレス行こうとか格闘技行こうって考えたことない。ない、ない、ないです。格闘技は絶対ないです。なんで？いや、もうなんか、人前に出て有名になるってのが嫌ですね。山主が言うのそれを。山主ではないんだよ。やれって言われてやった。あ、そっかそっかそっか。普段ない。顔出しとか放送でしてない。ゴンゴンしたし、本当にカソンカソンで、数回出したことあるやん。でもあれでしょなんかさ、見た目とかさ、ファイターだったり、経歴とかがさ、あれだからさ、そういうキャラだと思われるけどさ、絵が好きだったり、アートが好きだったりさ、キャラが全然違う。しかねえ。だからその、芸術系のコミュニティで放送してるの聞く、うん、はい。星画とか上がってるんで。あ、見てみる。なんか、イラストレーション。デッサンとイラストと、あと、釣りするルアーを作ってます。へぇー。そうそう、その2つぐらい写真を。何描くの？何でも描きますけど。でも、子供とかで漫画とか。こういうふうにね、意外と天はさ、南仏音を与えちゃう。だって明らかに描くとの才能あるのに。やんないでしょ、こういう人は。で意外とね、格闘技の世界って、そんな強い人が来るわけじゃない。こういう人は来ない。習わなくてもいいから。遠征タイプ。やっぱ習う人は弱い人、うん、そもそも。ああ、要はいじめられた経験とか、やられたくないから。強くなりたいとか。確かに、うん。だって別に、習うことないじゃない。だって殴り倒せばいいんでしょって。
殴られても前出て馬乗りになって殴れんでしょ。結局今の総合とかって喧嘩だから要は。どんな感じ？人体大丈夫な感じ？ちょっとぐにゃっといったかなと思うけど。一回膝が変な、なんか、ちょっと痛かった。あ、ほんと軽く蹴ったんだけど、今危ないんだ。危ないっすね、うん。要はさ、膝って縦にしか曲がらないものを、はい、割り箸を折る要領で横からいってるから、はい。そう、その重さとか、あれじゃなかったんですか？片君、ありがとう。多分大丈夫っすね。大丈夫だと思うけど。だいぶ腫れてくれ。違う、こっすね。いや、すねも。うん、だからもう家帰ってビール瓶に、はい、あのテープを必ずじゃないと割れるから、はい、布テープで布のテープ、はい、それでこうコツ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 今放送しながらずっとコツ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 、はい、うん、まああと3回か、はい、2回か3回目合宿もどうだ。いや、合宿も考えてるけど、はい、あと3回で基本だけね、ガードの仕方、パンチのさばき方、もうあれは世界チャンピオン相手でも変わんないから、もう100キロの人でやるときも、世界チャンピオン相手のときも、あの基本は変わんない。はい、もう誰とやるときはこれじゃないっていうのないから、もう本当に、ちっちゃくちっちゃくね。同じとこいるから打たれる。もう今日打たれた時って見てないんだ。こういう風にやって。はい、じっとしてからボーンって当てられるから。はい、打ったら動く、打ったら。そしたらいちいち表示を合わせ直さなきゃ動かれちゃった。はい、その隙にまた打ったらよける。理屈はね。うん、ワゾン頑張ったよ。ボコボコにされました。お恥ずかしい。何回倒れたか覚えてない。蹴りでもう足が、はい。足がですね、ちょっと腫れて痛い。腫れて色。おかずれさん、すごい見てくれてるの、普段の。あ、知ってます。すごい応援してくれるんですよ、この人。めっちゃ。西田さんも、はい。空手の経験者で、いつもいいアドバイスくれて。もう、おかずれさんは、なんかもう、ずっと、もうなんか、頑張れ、頑張れってひたすら。こういう、やっぱり、ポジティブなコメント、嬉しいよね。嬉しいです、もう、響きます、ね。あんまさ、技術的なね、こととかもういいんだよ、この際。うん、ちょっと、タイガーの絵になってるけど。そうですね、お疲れ様です。ありがとうございます、皆さん。やっぱね、俺、和道の魅力っていうか、いいとこはね、はい、あのへこたれな、ね、やられても、はい、向かってこうっていう、はい、喧嘩の本質ってそこだからね、格闘技の本質って。はい、まあ、あれが、はい、あもう今日やだな、殴られるからって言って、はい、尻尾を巻くか、はい、ふざけんなっていけるかの違いだから、そのふざけんなを、はい、あと3ヶ月磨いてほしい、はい。こんなやつに俺やられんのね、ふざけんなっていう、それがないんならもう試合なんてしない方がいい。はい。うん、タイガー本当のニコ生の名前なんていう。ニコ生はデザイン部、ニコニコデザイン部っていうところでは、うん、裸一貫って。裸一貫。裸一貫で検索すると出てくる。でユーザーは TMA でタマですよ。タマさん。え、タマなの？うわぁ、あれ、言っちゃった。言っちゃったよ。あ、タマだったんだ。でも、それじゃないんだ。名前が知らなきゃ。みんな、ミムミムとかも、ワド、お疲れ様です。タマでわかる。タマでもわかるよ。タマにしてるから、ワド。いや、いや、コメント何回か打ってるよ、タマで。タマ、やめてから。いやいやいや、打ってる、打ってる、後半。マークいらっしゃい、ツーダウンさんいらっしゃい、ミムミムいらっしゃい。ミムミム、すごい可愛いんだよ。めっちゃ可愛いんだよ。え？ミムミム。めっちゃ可愛いですか？うん、すごく。ワード。え？ワード。
あ、彼女いるから。そうですね、僕は。いや、もう LINE 来ますよ。おいっす。わっすんのか。タイガー、新しいキャラで、衝撃だった。いいっすよね。しかも102キロって、それぐらいない。太ももとかおかしいっすからね、これ。これはサッカー。あ、サッカーやってたんですっけ。おー。サッカーやったら体重取るくないよ。まあ、73。蹴りは、完全あれ、完全の蹴りだけど、超いい蹴り。効かす蹴り方を知ってる人は軸ぶれないし、あれね、ハラハラってみんな言うけどさ、ヒョードル見てみって、体幹が強いからぶれない、はい、今日見てたけど、はい、ぶれない、ぶれないですね、どしっとね、体幹初めの一歩だとブライアン・ホーク。ブライアンはテクニシャン。あ、そっか。あれはあれさ、何でしたっけ、なんだっけ、伝説を。ナシームだ。ナシームハメドの動きですから。まあ今日は本当に迫力ある練習が。ここにいるね、タイガーマスクのおかげで相当迫力ある練習できて、また黒歴史しようって今日2、3年が盛り上がってるよ、相当いい練習ができた、バトさまーって思ってね、とってもいい経験、いやー怖かったですね、でも10秒休めば意外と回復するから、はい、あのラッシュ食ったら、はい、1ラウンド3回まで倒れていいから、はい、2回まで、はい、しゃがむっていうのも手なの、はい、そこでほら、食らい続けたら、はい、もうそのままパウンドアウトされちゃうから、はい、じゃなくて、はい、もう一回、あ、はい、もうこれ効いたなと思ったら、はい、10秒休めると思って、はい、タイガーでかいから、タイガーしか映ってないんだけど、お前コメント欄荒らすなよ、バカとかハゲとか書くなよ、なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう